美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはエルコンドルパサー、1番人気です。実力は負けていません。2番人気ダイワスターレット、注目の二冠馬娘エアグルーヴ、8枠17番での出走、気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセーンスカイ、マルセンス、ミコノグルボン、期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパスター、先頭を行ったのはマルセンスキー、続いてタクラ爆心王、早くも激しい競り合い、すぐに続いてミコノグルボン、4番手セーンスカイ、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。マルセンスキー快調に飛ばしていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアクラ爆心王、さらにはセーウンスカイ、4番手にはミホノブルボン、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭集団を見ていきましょう。現在1番手はセーウンスカイ、マルゼンスキー並んでくる、その後からアクラ爆心王、少し離れてミホノブルボン、2馬身3馬身開いて1番、少し後ろから16番、そしてその外を回ってエアグルーヴ、そしてそのうちダイワスターレット、さらには4番、少し離れてハッピーリーク。行く手はまばゆい、華麗なる未来を見せてやる。エルコンドルパスター、ここにいます。外を回って9番、すぐに続いて6番、さらに7番、そしてその外を回って14番、そしてその後方には8番、後方2番手に3番、そして最後方5番、意気揚々と先頭を行きます。マルセンスキー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、さらにはセーウンスカイ、さらに内からマルセンスキー、それを見るようにホノブルボン、後ろエアグルーヴ、内からタクラ爆心王、そしてその後ろから行くのはダイワスターレット、外からハッピーリーク、まもなく第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。エアグルーヴここで抜け出した、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはエアグルーヴ、エアグルーヴまくって上がってくる、エアグルーヴ先頭はエアグルーヴ、これは強い、残り200、エアグルーヴ足色は衰えない、エアグルーヴリードは4マッシン、先頭はエアグルーヴ変わらないドハイレクションだ、エアグルーヴゴール場を駆け抜けた、これは見事な走り、エアグルーヴ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはエルコンドルパサー、3着に入ったのはダイワスカーレット。鳴らせ勝利の鐘の音を。